総武線沿線せーので合わせましょうの旅。はいどうも、トミです。総武線沿線シリーズでございます。投票箱の中に一応複数お題が入ってるんですけども、それをですね、道行く人に引いてもらって、そのお題に対する答えを、僕とその人たちで合わせて会えば隣の駅へ進んでいけると、前回同様この千葉駅をスタートして、市川駅がゴールとなっております。一回実践してみましょう。行きます。はい、はい、このお題をせーので言って合わせると、せーの、タマという感じで、答えが合えば次に進めると。例えば複数でこう声をかけることもあると思うんですよ。2人組、3人組会った人数分だけ駅が進めるというルールになります。2人組に声をかけてそこと会えば2駅進める、そういったルールで進めていきたいと思います。隣の西千葉苦戦した思い出があるので、2人組ちょっとね、行きたいかな、はい、引いてもらってもいいですか。はい、イケメン俳優といえば、せーの、山崎賢人。違う、俺、久保田さん。あー、なるほど。あれ誰、奥西さん。残念、合わなかったです。あー、残念。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。黒い飲み物といえば、せーの、コーラ。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 協力してくれた子たちがちょっとここでバイトしてるというか、せっかくなんでお肉をいただく。マジうまそう。やばい。もうない。なるほど。牛丼屋といえば、せーの、吉野家。ちょっと牛丼屋にいる人は独身が多い。それは偏見。答えとしてはめちゃめちゃ面白かった。牛丼屋といえば、牛丼屋といえばこのお店だよ。自分が好きとかじゃなくて、世間のイメージ的にすごく丁寧に来るせーの、吉野家。やった。やったー、決まりましたね。決まりましたね。ありがとうございます。稲毛駅まで移動してきました。ここはちょっと欲張って3行きましょう。3で揃えれば一気に津田沼駅、これまたこの沿線でも大きな駅に行けるので、3人組狙いで行きたいと思います。はい、出ました、牛丼屋といえば、せーの、吉野家。好きやね、好きや。吉野家です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 。はい、はい、むずい。そこは共通があるんですか。カラオケ行っちゃう。やばい。せーの、せーの、マスカーチードで3秒遅れた。惜しかった。あ、マジ悔しい。ワンオブ、わかるよ。そうだと思ったよ、俺も。そうだと思ってましたよ。そう、悔しい。あれしかない。大丈夫ですよ。あ、わかった。
行きます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 行ということで津田沼駅やってきました。そしてだいぶ、ここで目指すは2位行きたいですね。これ2位行けば、東船橋、船橋と行けるんで、2人組今日はメインで行きたいと思います。ご協力いただけるみたいなんで早速引いていただきます。でちょっと1枚、はい、何でしょう。嵐の曲といえば一つしかない。むずいよ。ちょっと遅いと。嵐ですよ。あ、そうだよね。やっぱりあれですね。はい。終わった。じゃあせーのでやってみましょう。せーの。嵐。わかります。俺もどっちかだと思った。私もやった。そうですよね。はい。猫の名前といえば。めっちゃ悩むやん。せーの、タマ。ほら、トラ。あ、トラ。トラじゃないの。新しいっすね。猫はね、鉄板だと思ってたんだけどね。あ、ちょっと YouTube の動画撮影してて、マジっすか。ちょっとインタビュー。いいっすよ。いいっすか。ありがとうございます。球技といえば。はい。球技、球技。了解っす。俺らにあれしかない。あれしかない、あれしかない。もう合わせます。この体ついた。せーの、ゲートボール。ゲートボール。違うでしょ。絶対やらないですよ、ね、ゲートボール。ゲートボール。寿司のネタ。合いそうなやつ。あ、ベタ、ベタです。ベタ。オッケーです。せーの、オニオンサーモン。お？オニオンサーモンってめっちゃ聞こえたんですけど。ホッキ貝。エビ。マグロ。知ってるわけ。猫の名前。津田沼。ね、人もたくさんいて、声かけたら対応もしてくれて、調子いいかなと思ったんですけど、まさかのここで滞る。で、結構時間もかくなってしまって、かなり人が減ってきたので、今日はここで一旦ストップしましょう。また日を改めてこの津田沼から再スタートということでやっていきましょう。後半へ続く。